前北都東京都議会で都政を開いて真実を伝える、こう皆様に訴えております。その理由は、私たちはとっても小さな塊でありますが、この人数でできること、それは今都議会で起きていること、その真実を、ありがとうございます、その真実を伝えることです。127名いる都議会議員のうち、恐れず、ひるまず、真実を伝えている都議会議員というのは本当に一握りしかいないんです。現在、東京都庁の中には都庁記者クラブという大手メディアが入った記者のクラブがあります。しかし、都政で今何が起きているか、そのことについてマスコミが報じることはほとんどありません。小池さんをよいしょする、そういうニュースばかりが流れている。本当に東京都どうしてしまったんだろうと思います。前北都さん、今回意を決して東京都議会にこの中野区から立候補した理由は、嘘の都政を立て直す、知事が嘘つきならその嘘つきを盛り上げていく、周りで守っている与党も同じことになるのではないでしょうか。東京都議会は1410万人に及ぶ東京都民の命、そして経済、こうしたことについて議論する場です。しかし、今東京都議会、小池さん8年目となって、都議会議員に対してすら情報が開示されません。 YouTube をご覧になる方はご存知だと思いますが、小池さんになって三井不動産と東京都の蜜月関係が一層加速をしたわけであります。明治神宮外苑というのは、明治天皇を偲ぶ場所として国民の奉仕によって作られた場所です。あの場所をどう使うか、これは昔の文部省、旧文部省が国民が等しく平等に利用できること、これを条件として明治神宮に無償で払い下げたものであります。しかし現在、その文部省の協定は反故にされ、明治神宮外苑は三井不動産、あるいは読売新聞、富士産経グループ、そしてもう一つ ABEX、 こうしたところの利権のために切り売りされているのが実情です。